平成30年6月17日、阿蘇市消防団の放水技術などを競う通常点検と双方競技大会が農村公園アピカの駐車場で開かれました。午前8時から開会式が行われ、阿蘇市消防団員611人がラッパ隊の演奏に合わせて分列行進で入場しました。開会式ではまず殉職消防団員に対して黙祷をして冥福を祈った後、佐藤市長が日頃の訓練の成果を遺憾なく発揮してほしいと挨拶、そして梅野消防団長が訓示を行いました。続いて前回優勝の分団から優勝旗が返還された後、競技に入り服装や規律の通常点検が行われました。そして消防ポンプからホースを3本伸ばして63メートル先に設けられた標的に向けて放水し、その速さや放水の的確さを競う双方競技が行われました。この通常点検と双方競技は2年ごとに消防精神の高揚と消防技術の錬磨を図り、強度の防災と治安の確保に努めようと行われているもので、熊本地震の影響などから今回は4年ぶりの開催となりました。双方競技はポンプ車の部には4チーム、小型ポンプの部には12分団から19チームが出場して行われ、出場した団員たちは大きな声で号令をかけ、キビキビとした動作で放水技術を競っていました。その結果、通常点検の部は第11分団第2部が優勝、ポンプ車の部は第9分団3部が、小型ポンプの部は坂梨地区の第3分団が優勝しました。ポンプ車と小型ポンプ車の優勝チームは9月2日山鹿市で開かれる県大会に阿蘇市代表として出場します。